はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、タイトルにもね合うと思うんですけれども、最近私マジで物欲がやばくて、この物欲はどっから来てるものなのかわかんないんですけど、ほんとものすごくて過去一レベルで今物欲がやばくて、最近ね結構買い物しちゃってるんです。せっかくだったら紹介しようかなと思って動画を撮っております。で、今までは結構なんかブランド縛りとかで、ザラの購入品紹介します、グレールの購入品紹介しますみたいな感じでやってたと思うんですけど、結構あのバラバラでいろんなところで買ったりとかしているので、まあ、それも全部ブワッと怒涛の紹介をしていこうと思いますので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していきたいと思います。ここ最近1ヶ月ぐらいかなの購入品を紹介できればなと思っております。ではまず H&M から購入したものを紹介していこうと思います。1個目がじゃじゃん、こちらでございます。このキャミソールがめちゃくちゃ良くて、こういった編みすりのトップスがすごい好きで、いろいろ買ったりとかしてて、でもこういうのって自分の理想の形に合うものに出会わないっていうか、割と H&M のこういったキャミソールとかって結構私買ったりするんですけど、このキャミはすごい形が綺麗で、私の体型にも多分フィットしてると思うし、生地も割としっかりもしてるし、無難に使いやすいのでこちらをゲットいたしました。試しにこれ買ってみた時にめちゃくちゃ良かったから、空張りね結構いろいろあったんですけど、空張り多分全制覇したかなまずこれがライトグレーマールっていうカラーで、こちらのホワイトもゲットいたしました。そしてこちらもオーソドックスなブラックと、こちらのベージュとこちらのライトピンクをゲットいたしました。私が持ってるのはこの5色なんですけど、今見たらなんか多分追加されてました、まあ、この5色のねタンクトップも同じ形同じサイズのものをゲットしました。お値段がなんと999円でございます。こういうキャミとかって結構デイリー使いしたりすると思うから、コスパよく買えるのでいいなと思います。では続きましてが、じゃじゃん、私 H&M のミニアンプ結構好きで、胸元のところはこんな感じで V になってて、脇のところとか裾にフリルがついてます。ちょっとフリフリっとした感じのトンピなんですけど、まあシルエットタイトだしブラックだしっていうので可愛くなりすぎないかなと思ってゲットしてみました。ストラップが調節できるようになっております。素材も柔らかくて伸びやすいから、すごいキュッとフィットする感じっていうわけではなかったから、割と着やすいキャミワンピになっております。こちらの値段が2999円でございます。では続きまして、じゃじゃーん、こちらでございます。またまたミニワンピなんですけど、半袖のスキッパーのワンピースになっております。パイル生地になってるんですよ。透け感もね多少もしかしたら気になっちゃうかもしれないんですけど、めっちゃ透けるってわけではないので、そこもいいなと思いました。これにねなんかスニーカーだったりとかブーツ合わせたりとかしていきたいなと思っております。こちらの値段が4999円でございます。ちょっとお高めですかね、 H&M にしては。では続きまして、じゃじゃん、こちら何これみたいな感じだと思うんですけど、スカートでございます。伸びる生地のやつになってて、柄がすごい可愛くて、見たことないようなちょっとアーティスティックな感じの柄になっていて、これだったらなんかシンプルに白 T だったりとかと合わせてもちょっと一癖出るからいいなと思ってこちらゲットいたしました。こちらの値段が4999円でございます。では続いてで H&M ラストなんですけれども、ラストがじゃじゃん、こちらのパンツでございます。カーゴパンツです。前に垢抜けコーデかなをやった時に使いましたね。すごい軽くって夏とかにもね涼しげに履けるパンツです。でこの生地がちょっと光沢があるかな、若干ゴールドっぽい感じの見え方にもなるかなという気がしております。結構股上が長くて股下が短い感じの、本当にもうゆるっとブカッと見えるような感じのパンツになってます。ベストのところがフリフリっとなってたりとかして、メンズライクすぎない。垢抜けコーデの時もそうでしたけど、やっぱりキャミとか短めのトップスとかと合わせてあげたら、フリルのおかげでウエストが細く見えるかなと思うので、そういう合わせ方が可愛いかなと思います。こちらのお値段が3999円でございます。はい、ということで H&M は以上でございます。では続きまして、ザラで購入したものを紹介していこうと思います。まず1個目がじゃじゃん、こちらでございます。タンクトップをゲットいたしました。すごい形も綺麗で、袖の長さだったりとかのバランスが良くて、上半身が綺麗に見えるようなトップスになってて、お気に入りのトップス。伸縮性もすごくあって、白なのでやっぱり若干透け感とかはどうしても気になっちゃうかなとは思うんですけど、まあ、でもそんなめっちゃ透けるみたいな感じの薄さではなかったので、肌なじみのいいインナーだったりとか合わせてあげて着れるといいかなと。
らのお値段が1990円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。スカパンになってるんですよ。後ろから見るとパンツ、表から見るとスカートっぽい感じのボトムです。これめっちゃねハイウエストなんですよ。マジ超ハイウエストでめちゃくちゃ腰の位置が高く見えるから、すごい足長効果もあるスカパンになっております。サイドにチャックがついていて、ここで着脱ができる感じですね。前にちょっとだけスリットが入ってるんですよ。で中はねパンツになってるから、これ生地なんですけど、セクシーすぎなくて、でもここにスリットがあることで抜け感が出てすごく可愛いんですよね。こちらの値段が4990円でございます。ではザラは続いてでラストなんですけれども、ラストがじゃん、こちらでございます。これがねロングスカートなんですよ。私には珍しい感じのタイプなんですが、これ形がすごい可愛くて面白くて、なんかこうヒップあたりまではタイトなシルエットになってるんですけど、そっから下がフレアになってるシルエットで、すごい珍しい形じゃないですか。これ丈感もしっかりとあるので、マーチンとか合わせて履いたらすごい可愛いなと思ってゲットしてみました。あんまりやっぱり普段こういうスカートとか履かないんですけど、たまに変化として着れるかなと思うので、こちらをゲットいたしました。こちらの値段が5990円でございます。というわけでザラの購入品は以上になります。はい、では続きまして、ブラックアップで購入したものを紹介していきたいと思います。私ブラックアップもすっごい大好きで、結構買い物してるんですけど、一癖ついたものが置いてあったりとかしてめちゃくちゃ可愛いんですよね。まず1個目がじゃじゃーん、こちらでございます。これは見たことある方もいるかな、なんかあれみたいじゃないですか、これミスドのなんかカラーポップ、カラフルポップみたいな、なんだっけあれなんだっけ、なんかあるじゃないですか、 D ポップか、あれのあれこれめありません、これね、ココナッツボールみたいななんかそんな感じのやつ、それに見えてしょうがないんですけど、すごい可愛くて、これがで結構伸縮性もあるので、着ていてもそんなに苦しいなとかっていうのはないです。逆に私胸が全然ないタイプなので、ちょっと下がってくるぐらいなんですけど、まあでもフィットはしっかりとしてくれるレアトップです。でちなみにこれパッドとかはついていないので、ブラトップみたいなの着たりとかして私は着てます。意外といろんなボトムだったりとかに合わせやすくて、今日みたいなのに中に着てても可愛いと思うんですけど、結構使えます。これこちらのお値段が2755円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。ヘンリーネックのトップスをゲットいたしました。ヴィンテージっぽいプリントが入ってます。配色がとても可愛いなと思って、ホワイトにカーキンっていう、これが結構私はお気に入りです。形もねすごく綺麗なんですけど、ちょっとこれは薄めかな、どっちかっていうと若干透け感は気になりやすいかもしれない。丈感もね短すぎず長すぎずで、とても着やすいトップスです。こちらのお値段が3149円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。わかりやすいか、ホルターネックのトップスをゲットしました。割と YouTube でも着てるかな。ホルターネックってなんか可愛いんですよね。海外っぽい感じの印象がやっぱり出ると思うので、すごい可愛くて大好きなんですけど、プリントも若干中二病っぽいというかすごく今っぽいトップスでございます。こういったのを着るときブラだと肩紐見えちゃうので、透明のやつに変えてあげたりとかしてもいいと思うんですけど、それも気になるっていう方はやっぱりブラトップみたいなのがいいと思います。こちらの値段が1837円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。カーゴパンツです。前も話したと思うんですけど、ヘイリーが最近マジでカーゴパンツばっかり履いてて、やっぱり可愛いんですよね。ヘイリーの着こなしって本当に可愛いなと思って、すっごい影響を受けちゃうんですけど、そう、それを見てからカーゴパンツってこんな可愛かったんだと思って集めたりとかしてるんですよ。実はこれもねすごいお気に入りのパンツです。まあ本当にシンプルなカーゴパンツって感じかな。細めのカーゴパンツとかもあると思うんですけど、私はそれよりはさっきも紹介したような感じで、割とボリュームがあるパンツが欲しいなと思ったので、これをゲットしました。裾はドロストができるようになってます。腰を落としてね履いたりとかして着ております。こちらの値段が4724円でございます。では続きまして、じゃん、こちらでございます。ハーフパンツをゲットいたしました。
ブリーチ具合がめちゃくちゃ絶妙に可愛くて、ハーフパンツであんまりこういうブリーチがしっかり入ったものってなかなか私は見かけなかったので、一目惚れでしたね。これはなんといってもこのウエストがね、調節できるんですよ。ボタンでベルトになってるので、自分の好きな位置でボタンをつけてウエストの大きさを変えれるっていう感じです。マニッシュな感じでローファーとか合わせても可愛いし、ブーツでも可愛いだろうし、結構いろいろと回していけそうかなと思い、こちらを購入いたしました。こちらのお値段が6430円でございます。では続きまして、じゃじゃーん、こちら。若干裾が細くなってるんですけど、私的にはストレートかな、まあ、でも割とルーズでオーバーサイズで丈感もしっかりと長めにあるので、ゆったりとした感じのシルエットにはなるんですけど、折り返しがこんな感じで外側に来てて、これがねやっぱ可愛いんですよね。なんか一見あれ反対みたいな反対してないって思うかもしれないんですけど、そういうデザインのやつで私はすごい好きなのでこちらゲットしたんですけれども、ユニセックスのパンツになってるので本当に大きめです。私169なんですけど、私でもめちゃくちゃルーズな印象があったので、買いたいなって思ってる方はちょっとそこだけが気をつけるポイントかな。ウエストもね結構緩めなので、ウエスト落としてルーズな感じで履くっていうのが今っぽくて可愛いなと思うんですけど、まあまあ本当に大きかったのでベルトとかしてあげるのがいいかなって思います。こちらのお値段が6167円でございます。では続いてるブラックアプラスなんですけど、ラストがじゃじゃん、こちら。このパンツやばくないですか。超可愛いと思って、一目惚れでゲットしたんですけど、なかなか見ないデザインじゃないですか。ブリーチでやってると思うんですけど、多分この抜き方って今まで見たことなかったので、私はすごい可愛いと思って思わずゲットしてしまいました。ターコイズブルーというか、ここの色がめっちゃ可愛くて、これもシルエット的にはストレートかな。丈感もねしっかりとあるパンツですね。ガチャガチャしてる感じの癖の強さではないと思うから、割と多分ね着回しもしやすい気がします。こちらのお値段が7742円でございます。ということでブラックアップの購入品は以上になります。待って、みんなもう一個ありましたもう一個あったブラックアップの購入品です。ラストがじゃじゃん、こちらでございます。ローファーっぽいヒールなんですよ。これがすごい可愛くて、これも一目惚れで買ったんですけど、これね1回履いたんですよ。1回履いたんですけど、履いた日が結構歩く日だったんですね。割となんかお買い物とかもしたなとか思ってて、まあまあ歩く日に初めて履いちゃったんですね。そしたらね、もうつま先が痛いやっぱこうとんがっているので、つま先が細くなってるんですよね。結構ね締め付けられる感じがあって、歩いてるとこう踏ん張ったりとかすると思うので、足がこうギュッギュッて前に出る瞬間があるんですね。ちょっとここら辺で歩くのが大変でしたがすごいデザインは好きなんですけど、やっぱり履き心地だけがちょっと慣れるまで時間がかかりそうだなっていうのと、あと私普段25センチを履いてるんですけど、25センチにしたんですね。これもでもやっぱりつま先がね細身になってるからかきつく感じました。私の足的にそんなに横幅も甲の高さもない足ではあるんですけど、後ろのストラップとかをつけるときつく感じたので、ストラップ中にこう折り込んじゃって履いてたんですけど、それでもちょっときついなって感じたので、もし気になってる方は 0.5 ぐらいでいいのかな、普段の上がいいかなとは思いました。こちらのお値段が5118円でございます。ということでブラックアップは正真正銘以上でございます。では続きまして、サンセットガーデンっていうところで購入したものを紹介していこうと思います。なんかねたまたまインスタで見つけたんですけど、セレクトショップかな、癖のある感じの商品が多くて、私結構タイプでした。初めて今回ちょっとお買い物してみたんですが、まず1個目がじゃじゃん、こちらでございます。グラフィックがすごい可愛くて、お花かな、これは前後ろどっちも入ってるんですけど、デニムにインしたりとかしても可愛いし、スラックスとかでも可愛いし、スウェットとかでも可愛いし、サロペットとかと合わせても可愛いと思うんですけど、素材はね割と薄めではあるんですけど、ちょっときつめにストレッチが効いてる感じなので、安っぽいなみたいな感じはそんなにしない気がします。ペラペラだなみたいな感じではないかな、まあ薄めだけど。こちらのお値段が4908円でございます。では続きまして、じゃじゃーん、こちらでございます。デザインが面白くって、シルエット的にはストレートなんですけど、ここがパカッと開くようなデザインになってるので、そのおかげで若干裾が広がって見えるパンツです。結構ねこれは綺麗めな印象が出るなって思いました。カジュアルにも着崩せるとは思うんですけど、綺麗めな時でも着やすそうな、おしゃれさんに見えるようなパンツになってるかなと思います。ここにねフープがついてるんですよ。キーチェーンとかをこうパッてつけてあげても可愛いですよね。その目的でつけられたのか、これが何用なのかわかんないんですけど、キーチェーンとかつけても可愛いんじゃないかなと思います。
ちらのお値段が5143円でございます。サンセットガーデンは続いてでラストになります。ラストがじゃじゃん、こちらスウェットパンツなんですけど、これ実は表がレザーになってる切り返しのパンツになっております。裾がドロストタイプになっているので、まあ、広げても履けますし、キュッとやってあげても履けるっていうパンツですね。レザーの切り返し可愛いと思って、白と前でね印象が違うんですよね。これも一回履いてインスタかなんか上げた時にそのパンツ可愛いってすごい人気だったんですけど、すごいしっかりしてるなって印象はあんまりないんですけど、初めて使うサイトさんだったからちょっと心配だったんですけど、めっちゃ安っぽく見えるなっていう感じではなかったかな。こちらのお値段が8484円でございます。ということでサンセットガーデンの購入品は以上です。では続きましてですね、これマジで念願というかずっと欲しいな、気になってたなっていうものなんですけど、それをついにゲットしましたので紹介していきたいと思います。じゃじゃん、こちらインスタにもね上げていて、質問を結構いただいてたりしたんですけど、 YouTube で説明できればなと思っていたので今回紹介しようと思うんですが、ナイキのダンクハイでございます。ダンクローが欲しかったんですけど、やっぱりダンクローは本当入手困難だと思うので我慢できずダンクハイを購入しました。黒白がやっぱ使いやすくていいなってずっと思ってて、ナイキだとピンクのダンクハイとエアフォースワンハイのブルーのやつを持ってるんですけど、ブラックもちょっと欲しいなと思って今回こちらをですねカスタムでゲットいたしました。なのでちょっとね普通のというかダンクハイと違うんですよね。つま先のところも私届いてこれちょっとびっくりしたんですけど、まさかこんな感じだとは思わなくて、なんかね穴開いてないんですよね。これフェイクの穴なんですよ。わかるかな。本当だったらここもちょっとレザーっぽい感じの素材で通気性よく穴が開いてると思うんですけど、何素材って言うんだこういうの、布っぽい感じの素材で、そこだけがなんかちょっとあれだなと思いましたが、カスタムってどうやってやるのって質問も結構来てたんですけど、ナイキバイユーだったかな、それでカスタムができるんですよね。カスタムだから普通のダンクハイに近いような配色で作ることもできるし、全然色とか変えちゃってもできるしみたいな感じなので、ぜひやってみてください。カスタムの質問来ると思うから、こんな感じでちょっとお見せしときますね。一瞬ぐるりと、私は普通のあのダンクハイの写真を参考に作っていきました。ブラックとホワイトです。これからすごい履いちゃうと思うこちらの値段が1万5400円でございます。続きまして ZOZO で購入したものを紹介していこうと思います。まず1個目がじゃん、こちら。このベルトがね可愛いんですよ。こんな感じで2つ穴が開いてるタイプのベルトになっております。ダブルホールね。これはちなみにリーバイスのベルトです。バックルのところもね可愛いんですよ。ヴィンテージっぽい感じのバックルになってて、皆さんお気づきですかね。ちょっとさっきからチラ見えしてると思うんですが、なんとこちら2色買いしております今つけてるんだけど、ホワイトもねゲットしました。可愛いですよね。ブラックだと馴染みやすくって使いやすいと思うんですけど、ホワイトってやっぱり濃いめのデニムとかと合わせた時にコントラストがはっきりするので、より目立つ感じがあってとっても可愛いんですよね。でホワイトのベルト私あんま持ってなくて、可愛い感じのベルトが多かったりとかするじゃないですか。ホワイトにゴールドとかだと上品な印象になったりとかすると思うんですけど、ピンとくるものがなくって今までゲットしなかったんですが、このベルトはすごいこうごつめな感じでとっても今っぽいなっていう風にも思うし、アクセントになるし、でも使いやすいデザインだからいいなと思ってこちらをゲットいたしました。これがねセールだったんですよ。 ZOZO って結構セールやったりするじゃないですか。だから結構私もお買い物すること多いんですけど、もともとが3190円なんですけど、セールで2871円になってました。でですよ、皆さん多分今ね見た時に気になったと思うんですけど、おいおいしんなさん、この下のベルトはなんだとこれですよね。多分これ気になった方もいるんじゃないかな。これもね ZOZO で買ったベルトなんですよ。スティンズのベルトです。スキンズまで久しぶりにお買い物したんですけど、ラインストーンのベルトになっております。もうギャル、超ギャルでね、今こう私2つつけてるじゃないですか。何やってんのっていう風に思う方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、インスタではシェアしたんですけど、最近海外でダブルベルトをしてる方が多くて、それが私は可愛いなと思ったんですね。だからちょっと参考にさせていただいているんですが、こんな感じでつけても可愛くないですか。インパクトが出るからシンプルなお洋服の時とかいいなと思って
ってやってみてるんですが、違う種類のものとかを重ねても可愛いし、このラインストーンのやつももちろん一つでつけても可愛いのでゲットしてみました。ちなみにこちらのお値段が1760円でございます。ホワイトもありました。これ結構可愛いですよ。では続きまして、じゃじゃーん、こちらでございます。これ何だと思います？皆さん、クッションかなみたいないや、バッグなんですけどね、普通に。ちなみにこれはディーゼルさんのやつですね。私ほんと最近ディーゼル大好きすぎてめちゃくちゃ見ちゃうんだよな。めちゃくちゃお買い物してるんですけど、そう、この前もね、あのディーゼルのファッションショーにお呼ばれして行ってきたんですが、見てくれました？準備動画本当に楽しかったんですよ。感想言ってなかったと思うんですけど、マジでもう刺激の塊って感じでした。本当に楽しかった。夢みたいな空間だったので、人生一度きりの気持ちで焼き付けてきましたからね、目になかなかやっぱりああいうファッションショーにね、お呼ばれすることって本当にないと思うので、最初で最後だっていう気持ちで、でもやっぱ行くとね、またなんか違うショーも見てみたいなとか思っちゃいますけどね。欲張り欲張りちょっと話がずれちゃいましたが、そう、すごい素敵なショーでした。まあそんなディーゼルさんのバッグなんですけど、これもねセールやってたんですよ、ZOZO で。普段結構ちっちゃめのバッグ持つことが多いので、このぐらいのバッグで、ショルダーのバッグちょっと探してて、こちらゲットしました。ふかふかな感じのバッグになっているので、大きさに対しての収納力はそこまでないかもしれないんですけど、一応これ2つついてるんですよね。こっち側とチャックがこっちついてるので、こっち物が入れられる感じですね。ここにねディーゼルっていう風に文字が入ってたりとかするんですけど、ブラックなので何でも合わせやすくて結構気に入って使ってます。こちらがですね、もともとが3万3000円なんですけど、セールで1万9800円になってました。では続いてで ZOZO はラストになります。じゃじゃーん、こちらカラフルなタンクトップをゲットいたしました。出たよタンクトップっていうね私今日トップスはほとんどタンクトップじゃないですか。やば、大好きじゃんね色合いがやっぱすごい可愛くて、パキッとしすぎてない色だから、原色じゃないというか、若干こうくすみがかったような感じの色も多く使われているので、すごい使いやすそうと思って。素材はね割と薄めなんですよね。これテロッとした感じの薄めのトップスでしたね。で、胸元にはロゴのプレートがついてて、これが可愛いんだよな。本当に気づいたらこのロゴだらけですからね。私財布もだし、カードケースもだし、キーチェーンもあるし、バッグもあるし、ベルトもあるし、パンツもあるか。本当にもうこのロゴだけでコーディネートできそうなぐらいいろんなの持ってるんですけど、お気に入りのトップスです。ちなみにこれ S サイズにしたんですけど、もうワンサイズちっちゃくてもいいかなって思いました。割と大きめな印象があるので、こちらのお値段が16,500円でございます。はい、ということで ZOZO の購入品は以上でございます。では続いてですね、今 ZOZO で購入したものを紹介していったんですけど、その他でもうディーゼルでお買い物をしていて、最近本当マジで中毒なんですよ。本当に私1個集めたりとかするとブワーって買っちゃう癖があって、多分病気ですよねこれ集めちゃうんですよね。気に入ったところがあればとことんみたいな。食べ物とかでも気に入った食べ物があれば飽きるまで食べ続けるし、1個気に入ったお店があったらマジで毎日レベルで通えるしみたいな。で、飽きるのはまあまあ早いっていう、一目惚れしやすく飽き性のタイプなんですけど、そう、ディーゼルさんでね購入したものがありまして、こういった ZOZO とかでも買うし、ディーゼルの公式の通販とかでも買うし、店舗行ったりとかもたまにするんですけど、またそこじゃないところでディーゼルのものを購入しました。ファーフェッチっていうサイトなんですけど、ファーフェッチってね、どういう仕組みなんだろう。日本で買うより割と安めにブランド品が買えるんですよね。多分海外から直接こう送られてくるのかな。海外のブランドのものとかっていろんな関税だったりとか積み重なって積み重なって日本に到着して日本で売られる頃にはめちゃくちゃ高くなってみたいな多いじゃないですか。だから結構海外旅行行った時とかに買う方も多いと思うんですけど、その日本の公式とかで売られてるよりも、まあ、同じぐらいのものもあったりとかするんですけど、割とお安く買えるサイトがあって、本当に結構いろんなブランドが入ってて、私もよくチェックするんですが、ディーゼル入ってて、ディーゼルで買ったものがあるのでそれを紹介しようと思います。ディーゼル以外でも買い物してるのでそれもね紹介していきます。ではまず1個目がじゃん、こちらでございます。これさっきのタンクトップの色違いなんですけど、また形がちょっと違いまして、フレンチスリーブっていうのかなのトップスでございます。ブルーとグリーンが入ってて程よい癖の強さで、デニムとかとも合いそうですよねこの配色で。これもねレートがついてるんですけど、こっちはね見えるかな、ブラックなんですよ。でファーフェッチもね今セールをしてるんですよ。これがね9100円で購入できました。多分日本で買うとどんぐらいかな、1万6000円ぐらいはするんじゃないかなとは思います。ファーフェッチのセール前の価格も1万3000円とかなので、まあでも
送料とかはやっぱりかかってくるのと、でもこれはセールだったのでお安くゲットできました。では続きまして、じゃじゃん、こちら長袖なんですよね。これ今はちょっと暑くて着れないかなと思うんですけど、まあ、秋口とか着れるかなと思って、先取りだいぶ先取りだけど、パッチワークになってて可愛いですよね。これもね、カラバレだったんですけど、私はこっちの暖色系の方にしました。これも割と薄めの素材ですね。結構体にフィットするようなタイプのトップスになっております。こちらのお値段がセールで 15,500円でございます。では続きまして、ディーゼルはラストですね。じゃん、こちら、じゃ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 ん、実はこれワンピースなんですよ。すごい可愛くて気になってたんですけど、なかなか手が出せなかったんですが、今回のそのファーフェッチでセールしてたので思い切って購入しました。やっぱディーゼルさんなので、結構こうスポーティーなカジュアルに着れるようなドレッシーになりすぎない感じで、すごい気に入ってます。この黒赤っていう配色もめっちゃ可愛くて、でこれもまたブラックのプレートがついております。ちなみにこれはね、パッドとかは入ってないんですけど、一応胸のところは二重になっていて、ブラトップとかヌーブラとかして着るのがいいかなと思います。キャミとか合わせても可愛いかな。 T シャツとかでも可愛い気がするけど、ストンって落ちる感じなので、結構こう細見えしてくれるワンピーになっております。こちらがセールで 22,000 円になっておりました。はい、ということでディーゼルは以上なんですけれども、あとちょっとだけファーフェッチで購入したものがあるので紹介したいと思います。続きまして、じゃじゃん、こちらキャップなんですけれども、これデニム素材でできてて、ほんと一目惚れでしたね。フロントのデザインもラインストーンが入ってたりとかして、ちょっと Y2K っぽいと言いますか、可愛いと思ってゲットしました。ダメージ具合だったりとか、ステッチもホワイトっていうのがね、また引き立って可愛いんですよね。後ろのベルトはこのレザーのベルトが使われていて、裏もこんな感じになってて、割と深めのキャップかな、これはになっています。可愛い、本当に可愛い。こちらの値段が 19,500円でございます。ということで、続いてでいよいよラストでございます。いやー、長かったですね。総勢何個なんでしょうか。ラストがじゃかじゃん、こちら、いやー、ボッテガですよ、ボッテガさん。これが本物のボッテガグリーンですね。鮮やか。ケースからして可愛いんですけど、みんな何か分かりますかね。これ、こちらがですね、開けますとじゃじゃん、メガネさんでございます。こんな感じの、なんかライトがライトが伊達目なんですけど、これマジで可愛くないですか。こういう形、なんて言うんだろうな、キャットアイというか、ちょっとこうつってるような感じのメガネがずっと欲しくて探してて、でね、この前アーバンアウトフィッターズかなで買ったメガネをしてたんですよ。でこうやってかけてたんですよ。私なんかの拍子に多分笑ってハッハッってなって、後ろにこうなった時にメガネが落ちたんですよ。多分その時だと思うんですけど、気づいたらレンズが片方なくなっちゃってて、途中で気づいて、あれみたいな、私片方レンズないやんって言って、で壊れちゃって、まあ使えるは使えるんですよ。レンズも一個ぶち抜いて一応使えるようにはなってるんですけど、なんかすごい縦目感が強くなっちゃって、レンズがないから、それが私あんま好きじゃなくって、新しい代わりになるようなもの欲しいなと思って、一個こういうブランドもののメガネ欲しいなって思ってたので、いろいろ見てたんですが、なかなかタイプなものに出会えずとかで、お値段も張ったりとかして、5万円とかだとやっぱりさすがにちょっと、メガネで5万円はそんな毎日ねつけるものでもないじゃないですか。度割りにするわけでもないので、がちょっと無理と思って。なかなか見つけれてなかったんですけど、このデザインといいね、ちょっと太めがいいんですよね。私フレームがファーフェッチで、いろいろやっぱあったんですよね。他も安くなってたとしても4万とかなんか結構しちゃって断念してたんですけど、これがもちろんボッテガさんなのでお値段はするはするんですけど、その中でもまあ割と抑えられるもので、これなら私でも使えそうかなと思い、こちらをゲットいたしました。こちらのお値段がセールで2万800円になってます。もともと売られてたのが41,600円なんですけど、大切に使っていこうと思います。いやー、たくさんつけよう。壊さないように、もう笑った時に後ろにハハーっていかないように気をつけます。はい、ということで以上でございます。いやー、マジ怒涛の紹介すぎてカラッカラなんですけど、一旦水分補給させてください。
はい、というわけでですね、私がここ最近、まあ1ヶ月以上前のものもあったりとかするんですけれども、溜まってきていたので、一気にドカーンと紹介してみても面白いかなと思って紹介してみました。プチプラなお洋服から背伸びしたブランドものまでいろいろあったかなと思うんですけれども、本当に結構最近はこのブランドというかサイトというかで買うことが多いかな。普段どこでお買い物してるんですかみたいな感じで聞かれるんですけど、私は割とオンラインが多くて、なのでそれも参考になったら嬉しいな。ガッて見ると使いすぎたなって思うんですけど、趣味とかね、好きなものにお金かけるっていうのは素晴らしいことだと思うので、私はすごく幸せだなと思います。ということで、なんか締めが深くなっちゃいましたけども、物欲が最近止まらない私の採算模様を皆さんにお届けさせていただきました。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。お仕事頑張ります。